田から長谷川、取り替えから長谷川を走らせる。ここも岡本、スペースがあります。メンデスが運ぶ、運んだ、メンデスが打った、振ります。井出からまた左サイド、山口クロスが入って、シュート、小池。ボランチの中山引いてきました。久保田でクロスを入れて逆サイド、ヘディング。当然と田中もスター、高木はどうす、伊藤収めながら大前をまず経由、大前右足に弾く、中山中に入ってきた、岩倉。さあ前が開けたか、鈴木坂野、ここは岡本。そして散らしていく白井、右サイドからはカード曲がってきますが、このボール、稲葉、このシュートは桜、左にはエジガルジュニオ、澤田がエジガルジュニオを選択した。ゴールキーパー岡本、無理には上げませんでした。沼田、柔らかなクロス、逆のサイド、金井のシュート。武田から右縦に行った、二度持ち試合が上がる。ファーサイド宮西もいるが、パットインから左足で上げて、ファーサイドシュート。岡本触った、その後は形を変えてきました。8番高江繋いで10番の平戸、クロスが入っていく、中島入って、ドゥドゥだ、こぼれたところ右足持ち替えて土井のシュート。岡本ナイスセーブ。ファーサイドから入ってきた、今度はニアサイド、速いボールです。シュート、見た、ゴールキーパーの岡本。